イタリア国鉄イター450電車は、イタリアの電車編成で、ペンドリーノとして知られている、車体傾斜式車両である。この電車の開発計画は1970年代より、フィアットの鉄道部門が進めてきた。1988年5月に、ローマ・ミラノの高速新線ディレクティ島を経由した、区間に導入され最初の営業運転を開始した。 当時の所要時間は3時間58分であった。それぞれの編成は9両、または11両で構成されている。曲線区間では、油圧シリンダーで車体そのものを約8度傾斜させる、強制車体傾斜式が採用され、高速新線上だけでなく、既存の路線での速度向上にも大きく貢献している。最高速度は時速 280km であるが、 営業運転では最高速度時速 250km であった。陳腐化も伴って2007年1月には、後に導入されたイ、イター460、イター480や時速 300km で、走行可能なイター500に置き換えられ、履歴島からの運用を外されてた。それ以降は、ローマバーリ、ローマンコーナリミニ、ジェノバフィレンツェなどの路線で運用されていたが、 2015年1月5日をもって胴体保存用の第3編成を除き営業運転から引退した。ありがとうございます。